はい、コツメ先生です。今日から24節気では啓蟄に入ります。3月5日から3月20日頃やねんけどな、啓蟄の時期には冬ごもりしていた虫が春の暖かさを感じて地中から這い出し始める時期やねんな。今から一雨ごとに春の気配が訪れるんやな。啓蟄の時期でも大きく3つに分かれます。72項という、分類が、これ5日ごとに分けた分類になるんですが、72項というのは気象の動きや動植物の変化を知らせたもので、初項、次項、末項とあります。3月5日から9日までを、巣ごもり、虫、戸を開く、虫が少しずつ土の中から這い上がってくるということを言っているわけやな。10日から14日、桃のつぼみが咲いて花が咲き始めるという頃やな。3月15日から19日、これはナムシチョウとなる。ナムシとは菜の花につく青虫のことやな。チョウとなるというのは、その青虫が蝶へと変化していくという様を表しているんやな。話は変わるけれど、花粉症もこの啓蟄のこの期間がピークになるんやで。花粉症を治すためには、前の動画、花粉症アレルギー性鼻炎は解毒の排出先、春の養生法で言うた冬の養生が重要やねんな。はい、春になったら酸味の食べ物、これが大切なんやな。酸味の食べ物で肝臓に血を集めるんやな。酢のもの、酢のものとか酢味噌和え、このようなものを取ることで肝臓にどんどん血液が集められてくるんやな。春は苦味を含むものが多く出回るやろ。タケノコとかフキノトウとかウドとか、これらのものはめっちゃ体の毒素を外に出す効果があるんやで。春ならではの苦味を楽しみながら、冬の間に溜め込んだ余分なものを排出して体を整えや、この啓蟄におすすめの旬の養生野菜を一挙紹介するわな。苦いもの以外も入ってるけれども、この啓蟄の時期にはこれらの食べ物を食べるととってもいいですよ。自律神経が弱っている方は、コロナのせいもあって情緒不安定からうつ病になりやすいで、うつ病予防にはまず呼吸法が非常に効果的やで。特に朝の太陽を見ながらの深呼吸が春の季節には最も効果的や。もう一つはウォーキング、これも大切やで。発汗するのが最高のデトックスや。コツメ先生も実は先日からウォーキング始めたで。この動画の最後に紹介するわな。桃の節句やけど、このハマグリが食べられるよね。貝殻が2つ合わさったものなので、非常にめでたいものの象徴とされますけれども、ハマグリは気を沈め、痰を切り、口の渇きをなくす、そして視力低下を治すというふうに言われてるから、その上に、解毒効果もあるから、ぜひハマグリを食してくださいね。最後に、大根ってすごいという話を簡単にするわな。大根、
まあ、こんな風にありますわな。ちょちょちょ、この皮の部分と中心部分で働きがちゃうわけなんよ。この冬の大根は寒さに耐えるために甘みが増しますが、春から夏にかけての大根は辛みが強くなります。それだけじゃない、外側にあるこの大根の皮は痰を溶かし、咳を止め、むくみ解消につながり、風邪の予防にもなるんやで。一方この中心部はというと、これ逆なんよね。中心部は体を潤わし、乾きを止めますが、これがね、食べ過ぎると逆にむくみが悪化するねんで、働きが逆なんですよね。面白いやろ。それではコツメ先生のウォーキング動画を見ながら今回はさよならしたいと思います。どうもありがとうございます。ここが私のアナザースカイ。
までご覧いただきありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに。ありがとうございました。